プレゼンテーションで発表する際の注意点やメモなど、PowerPoint のノート機能を使用すると便利です。ノートを書き込みたいスライドをクリックします。ノート入力フォームに文章を入力します。ノートに入力した文章はスライドには表示されないので、プレゼンテーションの説明文などを入力しておくことも可能です。